すいません、駅員さん、チーショーですか。30分のください。どうぞ。ありがとうございます。失礼します。あれ、おー、おはよう先生。はじめまして、風呂光です。あ、電車遅れてました。そんなのいいんだよ、よく来てくれたよ。みんなは屋上でタバコ吸ってんだろ。え、はい、じゃあ出席取りまーす。どういうことですか。いない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 。風呂光。はい。じゃあ早速授業始めていくぞ。やっべ、どこ来てまった。すいません、チーショーですか。10分のください。どうぞ。ありがとうございます。次は体育祭の名物、クラス対抗リレーです。みんないいか。アンカーの早手がまだ遅刻してきてない。代わりに補欠の藤沢に走ってもらう。いいか藤沢。頑張ります。位置について、よーい。頼んだ。頼んだ。再開か。おー、早手任せろ。頼んだ。おりゃー、早手すごい、ごぼう抜きだ。やったぞみんな。早手最高。あ、先生、チェンショーです。今のいい。あ、すいません、遅れました。宮沢、お前何やってんだ。寝坊しちゃいました。のんきなやつだな。お前出席率結構やばいぞ。頑張ります。まったく、卒業できなくても知らんぞ。はい、たくあん高校です。どうも、津駅の駅員ですけども、今日の朝お宅の学生さんに助けられましたよ。何のことですか。聞いてないんですか。朝駅で痴漢があって、その犯人を追っかけて捕まえてくれたんですよ。顔に怪我してたんで大丈夫かって言ったんですけど、すぐ行っちゃったもんでお礼もできなくて。顔に怪我。あの野郎。あれ、下高井戸って特急止まるっけ。次は明大前でございます。やっべ、止まんねえじゃん。車掌さん、どうされました。間違えて特急乗ってしまって、下高井戸止まんないですよね。そうですね、今日入学式なんです。遅刻したら遅刻のやつって覚えられちゃうじゃないですか。助けてください。あー、わかりました。明大前で接続取ってみますね。本当ですか。こちら2306車掌、5525車掌取れますか。はい、こちら5525車掌。すいません、明大前で1分の接続って取れますか。入学式の子が遅れちゃったみたいで。はい、わかったよ。ありがとうございます。どうですか、反対ホームの各駅停車が待ってくれてるから、急いで行ってきてください。ありがとうございます。はい、この電車1分停車します。間に合った。これは止まるよな。次は下高井戸に止まります。よかった。食欲の秋、スポーツの秋、アンジェラ秋。最後ちげえだろ。スポーツの秋ということで体力テストを始めます。淡々と行くな。まず 50m 走から行きます。よーい、どっしゃー。あー、チーズ。胸を8秒5、五十嵐、6秒3、タクパヨ、4秒ジャスト。世界記録じゃねえか。ボルトも腰抜かすぞ。次は握力か。うん。55キロか。粉になっちゃった。こーわ。最後はシャトルランナー。もうダメだ。胸を。今負けそうで、泣きそうで、消えてしまいそうな僕は。アンジェラの秋だ。なんか五十嵐滑ってない？俺の走るとこ凍りつくみてえだ。エルサか。コツジって申しますか？エルサショットだ。じゃあもう時間がないので、文化祭の出し物は雑巾絞り体験でいいですか？いいわけねえだろ。誰が来んだよ。じゃあ他に案を出してください。お化け屋敷とか？ベタすぎるだろ。メイド喫茶とか？めんどくさいよ。喧嘩自慢でよくない？決定。待て待て待て、ブレイキングダウンで流行ってるけど、さすがに学校ではやらねえだろ。1回100円で、私に勝ったら100万円とかにしたら。お前がやられたら100万円どうすんだよ。その辺のやつに負けるわけねえだろ。今までどんなやつと戦ってきたと思ってんだよ。こっちは背負ってるもんがちげえんだよ。うん、ここはスルーしとこ。それか、一番誰がコンクリぶっ壊せるかやる。一個もぶっ壊せねえよ。現実的なの頼むよ。じゃあひろゆきさん呼んできて、ディベート対決とかは。誰が勝てんだよ。高校生であの人に勝てる人いねえよ。ならあれやるしかねえだろ。何パンケーキ屋さん、いいとも。すいません、キリさん、新商ですか。10分のください。どうぞ。ありがとうございます。1時間目は鬼の榊原だ。絶対に遅れられない。あれ、高田は来てねえのか。すいません、遅れました。高田、お前は何やってんだ。電車が遅れてまして。遅れてるならその分早く行動しろよ。
今怒ってるこの時間も無駄だろ。ああ、はい。ないか、みんなの時間を奪ってるってことが分かってんのか。はい。え、おい武田、どうしたんだ。え、おはよう、気分はどう。鬼の榊原が天使の南先生になってる。多分熱中症だね。動けそう。綺麗だ、ずっと見ていたい。高田くん、最高です。じゃあ授業戻ろっか。いや違うんです。すいません金さん、遅延症ですか。10分のください。どうぞ。ありがとうございます。失礼します。しかもと遅刻か。いや電車が遅れてて、これ遅延症です。はいよ、じゃあ席ついて。はい。え、あーそうだ、さっき席替えしたんだよ。もしかして僕の席って。先生の目の前だ。すいません遅延症ですか。10分のください。どうぞ。ありがとうございます。失礼します。あれ、岩倉は何やってんの。あ、お花見給食してたら蜂に刺されちゃって。蜂に。大丈夫かよ。嘘だよ、ちょっと熱中症っぽくて。そっか、無理すんなよ。返しづらすんだし。してねえよ。どうせ給食ないんでしょ。私のあげる。え、本当に。嘘だよバーカ。最高だ。すいません遅延症ですか。10分のください。どうぞ。ありがとうございます。失礼します。岩倉遅刻か。電車の遅延です。そっか、じゃあ出席にしとくな。あ、先生トイレ行ってきてもいいですか。おう、いいぞ。ついでに急いできたので喉乾いちゃって。おう、これで何でも買ってこい。あと靴ずれもしちゃって。あー、じゃあ保健室でゆっくり休んでこい。ちょろ。すいません遅延症ですか。10分のください。どうぞ。ありがとうございます。お前らが怒らせたんだろ。先生呼びに行けよ。は、俺らは関係ねえだろ。失礼します。ん、おう、カイト何やってんの。先生は。あー、なんか授業を忘れてるみたいでさ、カイト呼んできてくんない。あー、いいけど。じゃあよろしく。失礼します。あ、先生3組の授業ですよ。何しに来たんじゃ。え、授業ですよね。そんなことは知ってんじゃ。クラスで反省したんか、これ。何事。すいません遅延症ですか。10分のください。どうぞ。ありがとうございます。はい、それではこれから不審者の方が教室に入ってきますので、練習通りに動いてください。はい、失礼します。みんな下がれ。不審者確保。なに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 。あ、松村、電車で遅れました。なんだよ紛らわしいな。え、全員ここで死んでもらう。誰ですか。すいません遅延症ですか。10分のください。どうぞ。ありがとうございます。失礼します。お、松村遅刻か。いや、電車が遅れてまして。そうか、じゃあおでこ出せ。あ、はい。入れ。え、なんでですか。37度6分。走ったからだ。さよなら。すいません遅延症ですか。10分のください。どうぞ。ありがとうございます。失礼します。あれ、1時間目水泳だよな。何やってんの。足怪我しちゃって。腹痛で。中耳炎で。道具忘れて。だるいから。ああ、なるほど。じゃあトランプでもする。やろうぜ。やろっか。やったるぜ。だるい、負けないぞ。校長先生すいません遅延症ですか。10分のください。どうぞ。ありがとうございます。失礼します。あれ、おい五十嵐来たか。あ、電車の遅延です。はいよ、お疲れさん。あれ、みんなは。ワクチンの副反応で休みだ。え、みんなですか。おう、お前は大丈夫だったのか。はい。じゃあ授業始めるぞ。逆に心配だな。すいません金さん、遅延症ですか。10分のください。どうぞ。ありがとうございます。失礼します。あれ、おう、尾道来たか。あ、電車が遅れてました。はいよ。みんなは。今日は映画鑑賞会だから、みんな体育館で見てるよ。あ、そうなんですね。途中から行ってもつまんねえだろ。先生とアマプラでも見るか。いいんですか。お菓子もあるぞ。最高。おい、正気返せよ。胸をあとちょっとだけ。まもなく列車通過します、ご注意ください。 LINE はマジでやめろ。ふざけんなよ。ちょっとだけだって。危ないので黄色い線の内側に下がってください。返せよ、あとちょっとだけ。下がってろ、危ねえだろ。返せ。危ねえだろ、すぐ終わるからよ。返せって言ってんだろ。下がってください。非常、止まれ。頼む、止まってくれ。お兄ちゃんたち大丈夫。はい、はい。お前らなんで呼ばれたか分かるよな。はい、はい。駅のホームでじゃれ合ってて線路に落ちました。お前らがとんでもないことしたの分かってんのか。すいません。なんでじゃれ合ってたのか細かいことは聞かない。ただホームから線路に落ちたっていうことが
どんなことか考えたか。たまたま駅員さんがいる駅で電車を止めてくれたからよかったよ。本当によかったよ。もし無人駅だったら、電車のブレーキが間に合わなかったら、落ちたタイミングが違ってたら、お前らはここにいないんだぞ。はい、はい、他にも大勢の方に迷惑がかかるんだぞ。会議で急いでる人、病院に急いでる人がいたかもしれないんだぞ。そこまで考えたか。いいえ、目先のことばかりじゃなくて、もっと周りを見て先を考えて行動してくれ。頼むから約束してくれ。わかりました。わかりました。無事でよかった。生きててよかったな。常田、ちょっと来い。佐藤先生、何ですか。駅のベンチに落書きしたって聞いたけど本当か。あ、やったんだな。はい。何やってんだよお前は。先生も来月で転校するんだぞ。最後の最後まで迷惑かけないでくれよ。すいません。先生、駅に謝りに行くから一緒に行くぞ。すいません金さん。はい。駅のベンチにこいつが落書きしたみたいで本当に申し訳ございません。あ、こちらですね。ん、これからも忘れたくなくて。お前ってやつは。それではお昼を食べてから文化祭の出し物の練習をします。ジャージに着替えて体育館に集合してください。え、待って、ジャージないんだけど。は、忘れたの。いや、絶対持ってきたはずなんだけど。電車は。あ、網棚に入れっぱなしだった。駅行ってくるわ。駅員さん、どうされました。朝電車にジャージを忘れてしまって。あー、1個届いてましたよ。え、本当ですか。本当は終点まで持ってっちゃうんですけど、車掌さんがジャージ見てすぐ気づいてここで降ろしてくれたんですよ。はい、これです。ああ、僕のです。ありがとうございます。ラッキーボーイ。じゃあみんな、明日は現地集合でよろしく。オーケー、カローラでぶっ飛ばしてくわ。了解。すいません銀さん。はい、どうされました。今から江ノ島に一番早く行くのどれですか。今からですと JR で藤沢駅まで行って、そこから乗り換えて片瀬江ノ島駅まで1時間ほどで着きますよ。そんなもんですよね。どうされたんですか。友達はみんな車で行くんですよ。僕3月生まれなんでまだ免許取れなくて。そうですか。でも電車は渋滞とかないので時間通りに着けますよ。別に今日なんて渋滞しないですよ。じゃあ行ってきます。あれ、俺着いたけどどこにいる。あー、ごめん、渋滞にはまっちゃって3時間ぐらいかかるわ。俺も先海行ってて。電車強。すいません金さん。はい、どうされましたか。遅延証もらってもいいですか。かしこまりました。何分遅れてました。10分なんですけど、ちょっとおまけしてもらってもいいですか。じゃあ30分で。あざーす。三船、おまけってどういうことだ。え、先生なんでここに。今日はパトロールに来たんだ。電車通の人がみんな頑張っとると思って来たら、なんだこれは。甘っとりでんじゃねえぞ。すいません。何を時間おまけしてもらっとんだ。ちょっとでも授業サボれると思ってんのか。いや、そんな。お前にはもう成績やらねえからな。ごめんよ。やーべー、宿題電車で終わらせねえと。あーあー、プリントが。すいません金さん。どうされましたか。電車の窓が開いてるせいで僕の宿題のプリントが飛んでっちゃったんですよ。窓から落とされた場合ですと見つけるのは難しいですね。なんとか見つけてくださいよ。先生に怒られちゃうんですよ。わかりました。一つの望みにかけてみましょう。お願いします。お客様、奇跡が起こりましたよ。え、あったんですか。窓から飛んでいったプリントは奇跡的に反対車線の列車の窓から車内に入り、今岐阜駅にあるそうですよ。マジですか。こんな奇跡が起こるんですか。あ、今プリントがファックスで届きましたよ。ありがとうございます。お前全然終わってねえじゃねえかよ。先生、待ってください。あれ、お客様どうされました。お腹が痛くてトイレにいたらクラスのみんないなくなっちゃったんですよ。たくあん中学校の学生さんですか。そうです。もう行っちゃいました。はい、先ほど新幹線に乗って行かれましたよ。え、じゃあ僕はみんなと修学旅行に行けないんですか。こちらでは何ともできないですね。ずっと楽しみにしてたのに。お兄ちゃん、次の光に乗っていきなよ。え、そしたら静岡でみんなに追いつくからさ。でも切符が。大丈夫、先生たちの乗ってる新幹線の車掌さんに切符の確認取っといたからさ。あ、ありがとうございます。それじゃあ行ってきます。行
楽しんでな。先輩かっけー。すいません銀さん。はい、どうされました？遅延証をもらってもいいですか？はい、こちらでお願いします。あざーす。今日は急がなくていいんですか？一元は科学の山岸なんで、どんだけ遅れてもいいんすよ。あ、そうなんですね。お気をつけて。ほいーす。篠崎、何やっとんだ？え？なんで鬼の榊原がここに？なんとか言わんかよ、ほんだら。あの、電車の遅延です。他の子たちは30分も前に来てんだよ。なんでお前だけ遅えんだよ。いや、その、山際先生だと思ってダラダラ来たんだろ、ほんだら。すいません。先生たち舐めとったらあかんぞ。すいません。何突っ立っとんだ。さっさと廊下の雑巾が来ちゃおう。はい。すいません、金さん。どうされました？10分の遅延証ください。じゃあ、30分の遅延証です。いつもおまけありがとうございます。失礼しまーす。あれ？今の時間って社会のはずだよな。え？下島、こっちだぞ。今 3-0 で負けてるから早く来てくれ。マジかよ。今日年に1回あるかどうかの紙授業だったのかよ。こういう日は電車遅れんなよ。はっきし。すいません銀さん。はい、どうされました？通学鉄器欲しいんですけど、学校の最寄り何もないんで、豊橋まで伸ばして作ってもらいます。通学鉄器は自宅の最寄り駅から学校の最寄り駅までとなっております。通学のために非常にお安くなっておりますので、区間の変更はできないんですよ。え、困りますよ。だって三河安城何もないんすもん。そう言われましても、通学以外の理由で通学鉄器券は作れませんよ。じゃあ三河安城にもっと遊ぶとこ作ってくださいよ。お客様、三河安城には花と緑のテーマパーク、デンパークがあるじゃないですか。いや、高校生があそこで何すりゃいいんですか。ピクニックとかできるじゃないですか。じじくさ。ボーリングとか映画館が欲しいんですよ。三河安城は他にも、金さんはどこ住んでるんですか。三河安城だよ。こちらで拝見しますね。すいません。お、小玉、定期切れとるじゃん。更新してく？いや、大丈夫です。更新しんの今年で卒業なんで。あ、卒業か。おめでとう。どうすんの。上京するんですよ。そっか、頑張れよ。これ捨てといて大丈夫？あ、持って帰ります。じゃあ穴開けて反抗しとくな。俺のこと忘れんなよ。もちろんです。じゃあ券売機で切符買ってもらって。ありがとうございました。行っといて。いらっしゃいませ。何なの急に呼び出して。卒業前に二人で話したいなって思って。何それ。草、来週さご飯行かない？おい、ちょっと待てよ。え？俺の女誘ってんじゃねえ。ちょっと、いがらし。別にご飯ぐらいいいだろ。てめえ、舐めてんのか？うるせえんだよ。かかってこいよ、こら。ちょっと、二人とも。ハッピーバースデー、ぽよちゃん。え？誕生日おめでとう。は？ドッキリでした。なんだよ、もう喧嘩終わりかよ。え？やるなら死ぬまで喧嘩しろよ、この根性なしが。あ？祝ってやったんだぞ。喜べよ。は？誰も頼んでねえし。せんだよ。てめえ、ふざけんじゃねえぞ。ちょっと二人ともやめてよ。ハッピーバースデー、ムネオ。え？ドッキリ大成功。やりつよ。あの子かわいい。どこ校の子だろう。あんな子と付き合えたらな。まもなく列車参ります。ご注意ください。あれ、こっちに走ってくる。あの子もしかして俺に気があるんじゃ。まもなくドア閉まります。乗ります。あれ、ホーム間違えただけかい。すいません金さん、遅延証ですか？10分のください。どうぞ。ありがとうございます。失礼しまーす。おはようございます、篠崎くん。おー、はい。教育実習の湯沢です。よろしくね。あ、お願いします。電車の遅延？はい、これ遅延証です。はい、じゃあ席座ってください。湯沢先生は彼氏いるんすか？え、いきなり何ですか？いや、可愛いんで絶対いますよね。いません。え、嘘だ。いつからいないんすか？いません。え、じゃあうちの担任はありっすか？絶対なしっすよね。何を騒いでるんだ篠崎。湯沢先生が困っとるだろう。あ、すいません。篠崎くん、これだね。何事だ。すいません金さん、遅延症ですか？20分のください。どうぞ。ありがとうございます。失礼しまーす。お、星野、遅かったな。電車が遅れてまして。ああ、そうか、今修学旅行のバスの席が決まったところなんだよ。え？俺の席は、うわ、田中の隣かよ。
問題ないようならこれで決定するぞ。ゆなちゃんの隣が空いてる。結構前の方だな。星野どうしたんだ。これを使うしかない。先生、僕バス酔いするんです。あ、そうなのか。それなら星野は前の方がいいな。よし来た、ゆなちゃんの隣、ゆなちゃんの隣。じゃあ先生の隣で。すいません金さん、はい、どうされました。20分のください。30分におまけしときますね。ありがとうございます。先生遅れました。さあな、遅かったな。電車の遅れです。そっか、今日はソフトボールやってるから次バッター行こっか。はい、先生どうした。好きです。え、おお、ありがとな。でもなさな。分かってます。卒業したらワンチャンありますか。卒業できたらな。待っててくださいよ。でも今のままだと成績1だぞ。分かりました。おい、さな。うん、あー、こりゃ5だ。すいません金さん、どうされました。遅延証ください。今日は遅れてないですよ。すいませんでした。失礼します。北島遅いぞ。寝坊しました。夏休みだからって浮かれてんじゃねえぞ。すいません。え、嘘だろ、学年一のヤンキー女ひまわりが補習に来てる。じゃあひまわり、あとは頼んだぞ。はーい。え、ちょ、何やってんの。課題の説明するから早く来て。あ、はい。じゃあまずこの公式を覚えて、そっからだから。はい。この夏休みで何があったんだ。絶対合格するよ、慶応。え、あー、ちなみに最近見た映画は。は、ビリギャル。やっぱり。すいません。はい、どうされました。10分の遅延証ください。どうぞ。あざーす。それでは徳川家康が開いた幕府は何と言うでしょう。失礼します。レイナ、遅刻か。いや、電車の遅延です。ん、なんかタバコ臭いな。レイナ、カバンの中見せなさい。は、無理です。見せろって言ってんだろ。セクハラで訴えますよ。たく、じゃあクラスメイトだったらいいだろ。いいですよ。じゃあ翔平チェックしてくれ。僕っすか。はい。何もないっす。じゃあ席座っていいぞ。傘忘れてきちゃった、どうしよう。うん、え、うん、え、貸してくれるの。でもいいの。あ、ありがとう。おい、お前そんな濡れたまま電車に乗るんじゃねえ、迷惑なんだよ。すいません。さっさと降りろ。はい。これ使って。あ、私のせいでごめんね。大丈夫です。うちの学校の1年生だよね。はい。傘貸してくれてありがとう。あ、かっこよかったよ。ちょっと無理しすぎだけど。あ、うん、はい。次ので一緒に乗ろっか。はい。お、ちゃんとハンカチ洗って返してよ。はい。